プリーリッシュ、二日酔いのせいで試合に出られなかった模様。北マケドニア代表との試合に58分から出場したグリーリッシュは試合後のインタビューで、酔っ払ってはいなかったけれど少し二日酔いだと感じた。代表に合流してトレーニングを重ねたけど、マルタ代表戦でプレーすることは難しいと心の片隅で分かっていた、と語った。全然衝撃じゃない。トレブル達成できる選手なんて一握りだから、新シーズンは連続トレブルにチャレンジしてくれ。プロ意識低いなこいつは。ハーランドやベルナルド・シウバや中盤選手に助けられて目立っていないが、移籍金考えると地味に獲得失敗とすら言える選手だと思う。ストイックであるべきなのかもしれないけど、こういう選手も人間味があっていいと思う。ただ引退後が若干心配。こいつシティいなかったら絶対代表呼ばれてないだろ。今後の活躍次第では第二のベッカムになれるくらいカリスマ性あるし、とにかくイケメン。俺も二日酔いには気をつけよう。よかったらチャンネル登録お願いします。